東京都知事選で約165万票を獲得して2位に入った全広島県秋田方市長石丸真司氏、41が14日フジテレビ系日曜報道ザプライム日曜午前7時30分に生出演した石丸氏は初挑戦の都知事選で165万票を獲得したことについてコメンテーターの橋本徹氏からとんでもないことと称賛された その上で、今後について、橋本氏から、選択肢は可能性あるって、いつも言うけど、今日聞きたいのは比重を聞きたい。主張の方でやっていくのか、国政政党でグループを作ってやっていくのか、比重を教えてくださいと突っ込まれた。石丸氏は、正直に言うと、私、個人においては、やっぱり主張の方なんですね。ただ一方で政党、それが、 地域政党なのか国政政党なのかはあるんですが、そこに可能性というか、興味関心があるのは、それもまた事実です。と本音を明かし、自分だけでやっていくことに限界があるというのは、明らかなので、自分以外の人に何かになっていただく、その形も探していきたいと思っていますと言及した。ただ、主張として、議会も与党で支配する状況については、 そこはまだ、自分は自分で独立しながらそうは言ってもいろんな議会がありますのでそこで新しい動きができていくその2方向からの攻略が政治再建にはいいのかなと思ってますと持論を展開橋本氏にそれは政治グループを作っていく 地域でねと聞かれると、例えば、そうですねとうなずいた。国政政党の連携、タックについては、今のところ、その可能性は、極めて低いと思いますと言及。ただ、かつて、東国原秀夫氏が、自民党からの出馬を打診された際に、自民党総裁の座を条件とした例を挙げられると、石丸氏は、そこまで振り切れるのであれば、ありです。それは、 私が思っている自民党ではなくなってきているのでそこまで変われるのであれば一緒にやりたいという思いはありますと語った一部で取り沙汰される広島県知事選や横浜市長選など具体的な市長選への展望や規模について聞かれるといえ全くです大きさはあまり関係ないかなという思いさえあります秋田方市ででで、さえ3万人弱でしたので 数万人規模での自治体でもインパクトを起こせると語った。以下は視聴者からのコメントで。全く別の都道府県知事選で公約が良かったので、今勢いのある党の候補者に投票しかけた。ただ、その方の人相がどうしても引っかかって踏みとどまった。案の定、当選後はめちゃくちゃにし放題。まともな議論はできないようだ。あまり良くない本音だけど、 良い悪い悪じゃなくて、人としてのほどは人相によく現れると思う。その違和感を見逃さないのは大切だと思う。彼は SN、SNS などを使い字幕を集め、ショートメッセージで、拡散、若い人へ浸透を図った。これは、短期、テクニカル的に注目を集める手法では、秀逸だった。選挙戦術としては、革命的で、選挙に限らず、音楽、商品等、周知させること。 マーケティング手法が参考になる手法だ。ただ、選挙候補者として、藤井教授も言っている通り、本来一番優先度が求められる政治を行う、者としての人格、信頼性が、どの程度伝わったか、甚だ疑問だ。二番目に求められる政策もほとんどなかった。結局、石丸氏の名前浸透には成功し、イメージ戦略は、抜群だったが、肝心の人物、 政策が伝わったかは疑問だし、政治不信の逃げ場として、そのイメージだけで投票がなされた印象がある。今後都知事選をきっかけに、後付けで、市の人間性、人格が明らかになり、今後の彼の政治方向もわかるだろうが、本来は、それでいいのかと思う。まかり間違えば、当選もあったのだ。怖い面もある、いいのかな。番組見ましたが、 石丸氏は政治家になって自分が得したいというような欲はないのだなと感じた自分の性格より政策を見て判断してもらいその提案に乗ってくるか否かだけだからものの言い方で得とか損とかは考えてないような気がするむしろ自分の政策に乗ってこない有権者の方が損するだけと思ってる感じ 性格が悪くても国民のための政策を遂行してもらえる方が良いに決まってるが有権者は人の良さそうな候補、性格だけで何かやってくそうに入れる人気投票の部分も多いにあるので有権者のレベルアップが必要なのだか日本では難しそうかな。